単語建国1300年赤ぬ色の祭典単語の2にちなみ赤色の海岸漂着物で制作された作品単花鈴木秋雄作大地は器はミクストメディアを手掛ける地域アート作家池田修造が地元である単語地方そのものが美術館のようなものであるとして場と文化の融合を図り日常生活の中で芸術に触れる場を築くため2010年5月に 京都府京単語市闇の町浜詰めに開館した光美術館でプロデュースする企画コンセプト。また、池田修造が代表を務める単語、在住アーティストによる団体、単語アート会議の正式名称である。公式文書では、団体名は単語アート会議、第一は器と記載される。サウンドアーティスト鈴木明夫による土笛パフォーマンス。 京丹後市網野町にある光美術館館長の池田修造を中心とした丹後在住のアーティストによる地域の歴史や文化、環境を芸術を通して考え、芸術による地域活性化を図るべく立案、開催されている様々なプロジェクトの支柱となっている概念が第一は器である。現在の丹後の風景は歴史的、地理的な様々な要素の連鎖によって そこに生きる、人々の営みの中で文化が生まれ育ってきた結果、作られてきたものであるとみて、大地がそうした人々の営みから生まれる文化の、器であり、芸術もそうして育まれた文化の一、形態であるという、池田修造の思想を反映したコンセプトである。丹後地域で最初の美術館であった光美術館開館年の2010年には、京丹後市観光芸術推進クラブを発足して、 京丹後市丹後町中浜地区一帯を会場に日韓橋一店2010院中浜を企画約3週間に及ぶ一大イベントを開催した。2013年は赤根色の祭典実行委員会を立ち上げ赤根色の祭典を企画し開催。2015年は文化と自然とまちづくり実行委員会を組織し網野町と久美浜町でアートイベント 第一話器2015を主催。この際、イベントの顔として、久美浜町の葛ずの浜に設置された、風還元から巨大な土の球体4.1メートルは、新潟県東日町市で2015年7月26日から9月13日にかけて開催された、第一の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2015で展示された後に当地に運ばれ、現在は、長野県。 原村の森の中に展示されている。2016年以降は、単語アート会議主催として、京単語市峰山町内の空き家を活用した数々の展覧会やワークショップを企画した。中浜漁港で披露された今表紙の舞踊2 0 1 0日、関橋一店員中浜は、2010年に京単語市単語町中浜地区一帯で展開されたアートを通した国際交流イベントである。 芸術活動を通して地域の観光振興へ貢献することを目指し、単語在住の現代芸術作家、池田修造ら地元アーティスト7名で結成された観光芸術推進クラブの主催で開催された。中浜地区は夕日が沈む漁港を中心に時代を感じる旧郵便局や井戸や酒蔵等があり、間口2軒ほどの狭い路地が続く昔ながらの街並みが残るが、 過疎化が進み、空き家も多い。その空き家をギャラリーとして活用し、地元の小中高校生や住民にも何らかの形で参加してもらい、新たな価値を創出しようと企画されたものである。期間中、漁村は美しい自然や豊富な食材が盛られた大きな器と見立てられ、国内外から12名のアーティストが招かれ、陶芸や舞踏などジャンルを問わず様々な芸術を、 披露したほか、地元の酒蔵、長尾酒造の酒蔵アートや、丹後チリめんの小物や着物の古着しなど、地域性を生かした取り組みが企画された。アーティストらの作品は、中浜地区の空き家など10カ所で展示され、世界的なサウンドアーティスト鈴木明夫により、町内6カ所に立ち止まって街の息遣いを拾うことができるスポットに、足跡のマークをつけた点音が設置された。 企画展の名称に掲げられた、この付近の地名である、真音は、本来はたいざと発音するが、主催者によれば、当地に縁ある、聖徳太子の聖母、橋人皇后の伝説にあやかり、古代からの日本と韓国のつながりを、今また新たな出会いへつなげ、芸術を通じた、国際交流は、もちろんのこと、この土地ならではの体験、発見、感動の場を作り出したい。として、 ハシウドてとされた。合言葉は、良きなったなぁ。アーティスト・イン・レジデンスにより、韓国から招かれた陶芸家3人が、約2週間、市内に滞在し、悠々作業所を拠点に創作活動を行いつつ、陶芸教室などを開いて、地域住民と交流した。滞在期間の後半では、中浜地区の空き家をギャラリーとして活用し、制作した作品を展示する。 美術展を開催。滞在中に制作された作品は、帰国の際、中浜地区に寄贈され、その後二0 1年十月一日から十月三十一日にかけて、韓国陶芸作家作品展として、光美術館で展示された。日本このほか、無数の風鈴や、アトリエ、アイ、ア、ポイント、一語、一絵によるはフル展、古い大量木と単語地方の貝殻の展示などが、 開催された。韓国5名の陶芸家が来日し、うち3名が市内に滞在して8月30日から9月4日にかけて作陶を行い、9月12日から17日にかけて中浜地区の空き家で展示された。作品は、その後、中浜地区に寄贈され、翌月、網野町浜詰めの光美術館でも展示されたアートレストラン2012年5月4日。 光美術館を会場に1日限りのアートレストランを開店した。大地は器をテーマに火を使い、単語の旬の食材で調理した料理を提供した。会場となった光美術館の池田修造がテーブルアートを東村幸子が空間演出を担当し、フードクリエイターに並江正とサウンドアーティストに山崎明則を迎え、飲み物は 地元の酒造メーカー、竹野酒造が提供した。丹後建国1300年赤ぬ色の祭典2013年夏に開催された。丹後の海の向こうには、縄文、弥生の時代から丹後半島と深い関わりがある大陸があり、丹後の大地からはかつて交易によって大陸からもたらされた多くの品々が出土している。企画展コンセプトは、 この海の道が高度な文化を生み、日本の源となった歴史から古代のエネルギーであった太陽と炎をテーマに東アジアの平穏や日本海側の流星を願うとされた。主催は池田修造を代表として結成された赤根色の祭典実行委員会。事務局は光美術館。会場は主に夕日が浦海岸西駐車場で開催された。当は、 弥生時代の土笛と言われ、丹後地方から福岡県までの日本海側約20カ所の遺跡から出土している。京丹後市では、竹の遺跡、途中が、五海遺跡、大木谷遺跡から出土した。ワークショップでは、鈴木明夫による制作指導のほか、演奏や公演、古代のロマンを語るも開催された。開催日時2013年8月31日赤色の 祭典夕日と炎の共演会再企画1000個の竹のランプシェードが砂浜を星空のように演出し古代のオブジェや炎の演出が彩る会場で単語の食材にこだわった赤ね色のレストランを開店夕日観察の後サンセットライブが行われたステージアーティストは山崎明則、中川雄樹、安田渥美、ミスズ海の京都と称される 京丹後の海の魅力を伝えるイベントとして、京丹後市丹後町の中浜漁港を中心に、体験型プログラムを中心に開催された夏休みイベント。丹後の海や自然を感じるアートイベントのほか、地魚の競り市や小魚釣り体験、海の生き物の紹介コーナーなど、丹後の海にまつわる様々な体験や見学イベントが開催され、参加者に漁港飯などが振る舞われた。 風還元巨大な土の球体ファイ4 1メートル文化と自然でちづくり実行委員会が主催し京丹後市網野町、久美浜町で2015年に開催したおよそ半年間に及ぶアートイベント。2015年5月から9月までの約5ヶ月間をプレイベント期間とし陶芸ワークショップなどを開催。メインイベントは9月20日から11月7日の約6週間。 町内4カ所で光をテーマにした展覧会単語派展を開催し芸術作品の展示が行われたイベント事務局は光美術館メインイベントの目玉は三重県東在住の彫刻家大平和正による風還元から巨大な土の球体4.1メートルと題された直径4.1メートル 総重量21トンの巨大な土の球体作品で、巨大な古墳群や石棺などの古代遺跡が多く、存在する単語地方ならではの、古代のエナジーを抱く時空を超えたモニュメントとして、歓迎された。この球体作品は、風間限度の球体プロジェクト展で、約3週間、くの浜に設置された。当時の京単語市長、中山康氏が見学に訪れ、山陰海岸、 ジオパークのシンボルとして、丹後の海に設置したいと申し出たことにより、この後に予定されていた東京都中野区、中野四季の森公園での展示を終えた後再び、京丹後市に戻り、同年11月に京丹後市に寄贈されたが、市は、その後、防護柵の設置をめぐって、作家側と意見が対立し、球体は、その後3年以上風雨にさらされて劣化したため、市が、 移設費用を負担して作家に返還した。球体は太平の知人が経営する長野県原村の森の中にあるレストランの敷地に設置されることになり2018年12月11日京団後市から移設された。2015年5月16日から9月6日をプレイベント期間として様々な体験型企画が開催された。開催企画日時 場所開催日時2015年9月20日から11月7日、開催企画、開催場所、鈴木作品、単花古代には、外国の文明も伝えられた歴史を振り返りつつ、ンゴ半島の海岸に毎年打ち上げられる、漂流物は、大地に住む人間の廃棄物を第一に返して、浄化しようとする自然からの環境悪化を訴える、声であるとして、海岸に出て漂流物を拾い、 作品として展示することで、市民や観光客に単語半島の現状を訴え、地域の環境に目を向け考えてもらうきっかけとすることを狙い、開催された。主催は、2017年4月に結成された、単語アート会議、第一は器、光美術館。単語アート会議、第一は器は、池田修造、東村幸子、岡本太郎、 坂井義彦、溝淵慎一郎、中前漢文、大田刑治、沖、佐々木のりゆきの8名の単語在住アーティストによって組織された。旧田中家具店では6名の作家による約30点の作品が出品された。漂流物を用いたオブジェや絵画が展示され、特に注目を集めたのは池田修造による絵画作品、オイル。 オンキャンバスで、この絵画は1997年のロシア戦績のタンカーナホトカゴ重油流出事故で網ノ町の海岸に漂着した重油を絵の具の代わりに用いて描かれていた。17日には、不評にアクリル絵の具で彩色するアートワークショップが行われた。旧富士バーでは、この年に生誕100年を迎えて、日本でも、 電気映画が公開された朝鮮半島出身の詩人で戦時中に来日し、同志社大学在学中に治安維持法違反で逮捕され、服役中に亡くなった陰頭中の死をモチーフにした作品などが展示されたほか、来場者がアーティストらとコミュニケーションを楽しむ空間として開放された。旧高田支店では貝殻や陶片などの海岸漂着物をアクセサリー。 などに加工するワークショップが行われた。他、東村幸子ら合わせて6名。2017年9月23日の昼夜の各1回、道の駅単語王国、食の都で開催された器と食のアートコラボレーション単語王国を光美術館の池田修造がプロデュースし、京単語市美浜町の合昇稲葉本家で陶芸を指導する。 陶芸家の酒井義彦が大地への思いを込めて焼き上げた陶器に食の都のカフェグラシアの料理人である稲垣裕二が腕を振るった特別なコース料理が盛り付けられ各界12名限定で提供された。かつて海を渡り大陸から伝わった絹織物は今日も丹後ちり麺に代表される丹後半島の宝であり養蚕はかつて主要な産業の一つだった。 カイコがさなぎになる前に眉を作るように、身の周りには多くの変身があるとして、ドイツ語で変身を意味するメタモルフォーゼをテーマに掲げた。今日、海を渡って大陸から届く、朽ち果てる前のゴミとしか見なされない、漂着物も、アートによって新たなに価値あるものに生まれ変われることを提示するとともに、タンゴ半島が古今、大陸と密接な関係にあることを検証し、 大量生産や大量消費の社会を見直す機会になるよう願って開催された。池田修造出品作品、東村幸子出品作品、メタモル法税ほか、池田修造ら合わせて九名。単語9時期夜降下3年の真男村の記録によれば、六世紀末に、皇位継承をめぐる蘇我氏と物の部氏の清掃に際し、争いを嫌った穴ほべ橋人皇后は、乱が収まるまでの間、 この付近の単語町を大浜に逃れていたとされる。皇后が滞在した土地はその後、真音と名付けられたが、橋人と呼ぶのは恐れ多いことであるとして、大浜の里から滞在したので、滞在と呼ばれた。パーマネントフィッシュ。神戸を拠点に活動する5人組のボーカルグループ。韓国でメジャーデビューした。包木造産の草木染め。特定非営利活動法人合成アート。 2019年2月22日へ閲覧。吉田さんとは、当時肝臓がんにより闘病生活を送っていた、作者の友人である現代美術作家吉田みを、示す。2010年10月1日から10月31日、韓国陶芸作家作品展として開催。森海町で予定された、巡回展示の最後を飾るもので、東京都中野区、中野式の森公園拡張用地に、 2015年10月19日から11月10日の期間展示された。京丹後市は安全確保の観点から、球体の周辺に防護柵を設置することを主張。作者は防護柵がなくても安全であることを訴え、作品は見る人によって命が吹き込まれ、手で触ってこそ作品が生きる。として、双方が譲らず対立した。作者によれば、 2016年に市長が交代したことにより市側の対応に変化が生じたと指摘している。京丹後市網野町の夕日が浦海岸でビーチコーミングをして赤色の漂着物ばかりを集めてコンクリートで固め花が咲いたように並べたもの。丹後の丹の二色にちなんだ作品である。2015年9月20日から10月12日の 第一は器2015に展示され、イベント終了後は2018年末まで美術館の屋上に展示されていた。写真は美術館展示の様子、荒木緑が出品。なお、出展に使用したイベントチラシパンフレット類は、すべて光美術館で所蔵、閲覧可能である。ありがとうございます。